ジャン君。引っ越しの荷物を解くのが、大掛かりなものを大体終えてですね、まだまだ残ってはいるんですけれども一段落し始めました。インターネットの方の接続もできるようになって、ジャン君やポンちゃんたちと一緒に過ごす時間も増えてきたので、そうするとですね、ジャン君の甘え方がだいぶ濃くなってきましたね。なんだかニャーニャー鳴くようになっているし、そして、出て行ったこの襖ですね、この襖の前で鳴いています。さあ、もうちょっとこの状況になれるようになったらね、お、はい、ポンちゃんも来ましたね。ジャン君には歯磨きしましょうか。はい。よく覚えているね。ジャン君。はい、いい感じね、ジャン君。ジャン君そんなに嫌じゃないでしょ、その歯磨きの。ちょっと反対側がやりにくかったですけど、まあとりあえず今日はいいか。なんかポンちゃんが逃げてきた。あ、来た来た。ポンちゃん、歯磨きしてみる？チュッチュッって やるのもね、前にちょっとやってみたらね、できたよ。ポンちゃん、ポンちゃんやってみようよ。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、ああ、逃げたまだ無理かな。はい、ポンちゃん、ポンちゃん、そんなにまずくないでしょ、それ。ポンちゃんはね、膝の間に入ってくれたりもしないので、ちょっと難しいな、うん、昨日でもね、引く前のお布団にずっと乗られててね、うん、くつろがれてたからね、なかなか敷けませんでした。今度はパンパンの上に乗ってますけど、ね、本当だ、うん、そうなのね。はい、パンちゃん逃げてくね、パンちゃん。ジャン君、ポンちゃん、ちょっとですね、氏神様に、今後の安全と健康をお願いしてきますね。君たちの分も。こうか。はい、神社に行ってきます。行ってきます。ポンちゃんも行ってきます。よいしょ。うん。帰ってきましたよ、ジャン君。いい感じに寝てるね。
リポンちゃん。ちゃんくん